んにちは、いちこです。KSR のエンジンがかかるようになりました。なんですけど、ちょっと今一足に入れると演奏するっていう謎の現象が発生しているので、今日はその原因を調べていきます。ちょっとまずエンジンかかったんで見てください。舐めやすいので、今回はこのマキタのインパクトドライバーを使って作業していきます。よし、はい、全部緩めれました。はい、今からじゃああとは手で緩めて切るね。はい、じゃあカバー外します。外れました。はい、 OK ですけど、ちょっとこの辺が摩耗してるのか癒着か固着かしてるのか分かんないですけど、ちょっとこの辺を調べていこうと思います。はい、取り外してみてちょっとよく見てみたら、この図の通りに組めていなかったので、現状が、ね、一番最後のこいつがここの爪の上に乗ってなきゃいけなかったんですよね。これができてなかったので、今からこれを一回付け直してもう一回トライしてみます。はい、前回組み立てた時に、スチールプレートとこのフリクションプレート、のゲスで測ったら厚さは限度範囲内だったのでそのまま使ったんだけど、ちょっともう歪みとかは分からないので、今回せっかくだからちょっと新品に変えていきます。エンジンオイルを垂らしながらやります。クションプレートはエンジンの回転本、エンジン取り付けた時に半時計回りになるように置いていかなきゃいけないので、これの向きだけは気をつけてやっていきますね。よーし、チェック。はい、とりあえずここまでで一回チェックします。